い、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はモンスター厳選やっていきたいと思います。厳選するモンスターが、これ、俺の横にいますね。アルケミストンです。多分、俺のね、使用頻度が一番高いであろうモンスターですね。もうダッシュで小回りが効いて、さらにベホマズンまで使える最高のキャラなんですよ。で、これのね、おしゃれさんが、頭に腕章を巻いてるやつ。なんだけども、なんかね、コメントで来たのが、帽子の顔にヒゲが生えてるっていうのがあったんだよね。それならば分かりにくいんだ。まあ、とりあえず、場所はここで厳選します。忘れられた駅だね。忘れられた駅の、もう出てすぐのところ。もうすぐのところに、アルケミストンが4体湧くんですよ。一気に4体。なので、4体厳選していけるので、ここが最速で見分けられるんじゃないかな。あ、ここら辺かな？はい。多分、すぐ出てきてくれるとは思うんだけども、本当にその、ヒゲが生えてるだけのやつだったら、全くわからないと思うのよね。まあ、とりあえず、この腕章してるやつっていうのを、探してみます。ちょっとね、これはおかしい。もう20分やってるけども、一回も出ない。4体いっぺんに厳選して、で、20分で一回も出ない。これはおかしいぞ。多分だよ。多分だけども、この腕章付きの帽子は、竜玉の迷宮の限定色かな。この地上にいるやつは、なんか違う気がする。やっぱりコメントでもらった通り、あれか。一番最初に変わるのが、帽子のこの顔にヒゲが生えてるやつかな。いや、全くね、普通のやつしか出てない気がするんだよね。なので、一回こう、変えてから、近寄って見てきた方がいいのかな。いや、全く区別がつかんのよ。一回ね、おしゃれさんが出てしまえば、まあ、どんなやつかっていうのがわかるからね、いいんだけど、この腕章じゃないな、多分。多分違う。なので、ちょっとこれ近寄って、チェックしていきますね、一体ずつ。うわ、これ時間かかる。これは時間かかるぞ。いました、いた、こいつだ。これ、ヒゲが生えてる。これはわからん。これはわからんよ。ようやく見つけた。これわからんって。うーわー、これを厳選しろってか。いや、これは本当にわからん。なんか若干ね、青いやつが見えたので、なんか違和感があって見に来たら、いた。なるほど。この腕章を頭につけてるのは、そうだ。多分これはね、竜玉の迷宮の限定おしゃれさんだ。普通は今みたいに、ヒゲが生えてんだな。わかりづらい。本当にわかりづらい。まあまあ夜になったので、また昼にしてからやります。いやー、これ難しいぞ。これはマジでわかりません。これはひどい。ズームにしてね、ずっと見ていってるんだけども、区別がつかん。さっきの青は、わかったんだけども、多分青はね、希少色じゃないかな。よく出る色っていうのがあるはずなんだけども、全く見分けがつきません。これ、ズームにしてやっとこれだからね。
普通に見分けるのはこれは至難の技だよ。いやもうちょっと分かりやすいやつにして、これ全然見分けつかない。もしかしたらなんか出てるのかもしれないけどね、分からん。まあ、とりあえず夜になるまではやりましょう。あと1体ぐらいはゲットしたいな。発見した、発見わからん。あのね、黒はわからん本当に。いやでも、いや可愛いよ可愛いよ。なるほどね、このね、ヒゲと眉毛とあとこの傷だわこれはわからん、マジでわからん。これ勘弁して、これこんなわかりづらいの。いやいや、ゲットした。なるほどね、うんうんうん。帽子のこの口の部分をよく見てたんだけども、黒がね同系色でわかんないのよ。なるほど、多分黒が一番出やすいな、こりゃ。オッケー、3体目黒が出やすいわ。これ黒が出やすいから、これね全然判断がつきにくいのよ。なるほどね、黒と青とあとなんかだな、うん、もうちょっとわかりやすい色にして。おっと、青が出たと思う。青だな、青でしょ。あ、違う、普通、あ、青だ青だ、わかりにく。あ、また青が出ましたね、青の。あ、違う、なんかヒゲだけじゃない、なんかバッジみたいのつけてた。おーおーおー、オッケーオッケー。あっあと5分ぐらいかな、あと5分ぐらいやって戻りましょう。こっち違うな。それでは戻りました、見てみましょう。4、5体だったね、うん、4体か5体ぐらいだったと思います。お仲間の候補です。2、4、5体か。あー、ちょっと待って、なるほど、わかった。俺ね、こいつがね、一番良かったのよ。眉毛もあって、顔に傷があるのよ。でもこいつ、金だわ。金枠か。で、あれだね、ヒゲと、バッジ?アプリケ?なんかそういうのをつけてる。あー、なるほど。これは見分けがつきづらい。一番最初に変わるのは、ヒゲだね。ヒゲ。間違いなくヒゲが変わる。で、それプラス、顔の眉毛だったり傷だったり、あとバッジもつけてるんだね。ああ、いや、可愛らしいよ。可愛らしい子ではあるな。うん。で、黒と青と、多分緑のような気がする。うん、なんか緑っぽいの一回見た気がするんだけどね。まあまあ、とりあえず、この金枠から見ましょう。惜しいな。こいつが一番俺は欲しかったんだけど。あー、回復がない。あ、トンブラスト。これがあれか。一番強いやつか。あ、だね。トンブラストが一番強い技。あー、で、あのね、鏡の声は俺入ってほしくないのよ。鏡の声あると、ダメージかなり受けるんだよね。暴走起きた時とか。可愛いんだけどね。良くなかった。で、次。ルケミス。どうだ?あー、回復がない。ドルモーはトンブラスト、マジカルキャノン。で、息吹じゃなくって、ここに回復でいいよね。特性は、あー、やっぱり鏡の声が入るか。ストイックいいんだけどね。鏡の声はいりません。次。バオバオ。どうだ?あー、回復がない。流玉以外は回復がつきにくいのかな?回復絶対いるのよ。あ、これ素晴らしいね。マスコット、ストイック、まどろみ。ああ、これ特性、これが欲しい。これベストやね。うん、これベストベスト。次、タイイチ。なんだ?あ、
最高やね、最高。5個持ち出た、5個持ちが出ました。特製鏡の声入るなよ。入ってる。いやでもまあいいか、いいか。うん、ドルモアでダメージは受けるけども、トンブラストを使ってくれれば大丈夫だよね。これ呪文だから、うんうん、対位置はまあ OK。 うん、いいやつ出ました。で、タノキューどうですか。あー、ない。やっぱり回復は絶対欲しいのよ。で、まあ、ドロミに鏡。あー、これはいりません。はあ、見た目はね、このトシミッチーのね、顔が俺一番いいんだけども、うん、まあまあ、でもまあ青のヒゲでバッジをつけてる、これもまあいいんじゃないっすか。うん、いやー難しかった。はい、ということで今日はアルケミストンを厳選してみました。マジで分かりづらいです。もうね、ズーム機能は絶対使って、ズーム機能がないと本当に見分けがつきません。まずヒゲが変わるので、口元のちょっと上あたりを注視してみてください。若干ボリュームがあるので、そいつらがおしゃれさんです。はい、もうこいつはちょっとやりたくないな。でもまあ1体いいのが出たので、まあ良かったでしょう。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。